皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、女性起業家が顧客属性を見極めながら上手に運用するおすすめ Facebook 集客術ということについてお伝えしていきたいと思います。まずですね、Facebook っていうのはどういう集客のアイテム、ツールになっていくかっていうと、 SNS、ソーシャルネットワークサービスの中に入っているものの一つということになります。Facebook を使われたことがない方っていうのも結構ですね、教室の先生とかいらっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、ビジネスをやってる方は割と Facebook 上で交流する方が結構多かったりするんですね。もちろん Facebook の、吸収されて子会社になった Instagram っていうところを使う、 Instagram でのメッセージ、ダイレクトメッセージの交流される方もいるんですけれども、Facebook は、使ってる方の人数が減ったとはいえ、それでもまだビジネスで使ってる方は結構多い、そういったアイテム、ツールになります。無料で使えます。であと実名登録が基本になっているので、もちろん仮名っぽいので登録もできちゃいますけれども、基本は実名登録が Facebook の文化になっているので、どんな仕事をしているか、どんな人なのかっていうのがタイムラインとか見ていくと分かりやすいっていうのがあるので、Facebook を使う時の一番のメリットっていうのは、属性が分かりやすい、人属性で、集客をしていくことができるっていうのが最大のメリットになると思います。で、Facebook の集客術っていうのはもう本当にいろいろノウハウっていう観点から考えると、いろいろな小手先の技術的なものはいろいろあります。例えば友達の人数が多い方が拡散力が上がるっていうことで、ひたすら友達を増えるために、増やすために、承認、友達になってっていうリクエストバン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 やって、一応基本最大マックスが5000人、現状ですね5000人っていうことなので、そこに行ったらあとはあまり交流がない人からどんどん切っていくとか、そういうやり方とかをしながら Facebook やっていく方もいらっしゃるんですけれども、結局その希薄な形でつながってる方って、じゃあ何を目的にしてるかっていうと、自分が個人ページで Facebook をやっていて、 Facebook ページっていうのがありましてね、企業でやってる、私で言うと各業態によってページが違うのがありますので、パンの時にはアトリエリブラのパンのフェイスブックページありましたし、あと電子書籍、リプラスの電子書籍のページあります。あと今やってる、教室開業の方のやつと、教室開業の教科書みたいな、それがありますし、あと男性経営者向けのビジネス脳の心理学を学ぶフェイスブックページ、この4つを大体運用しているんですけれども、その業種業態によって書いてる内容は当然変わります。ただ高橋貴子のタイムラインにシェアするときには、その様々な内容が自分のタイムラインにシェアされていくっていう、そういう状況にはなっているんですけれども、でさっきのその友達申請でつながった人にいきなりこう私の Facebook ページにいいねを押してよ、いいねを押すっていうことはそのページの更新情報をお知らせが届くっていうことになるので、ファンを一人獲得したみたいな形にはなるんですが、そのいきなり友達になったからってそれが送られてくるっていうのをどう見ますかっていう話ですね。私の場合には友達になった瞬間に自分のページをまだ交流も深めてないのに宣伝してくる方はすぐその場で友達削除してます。はい、もうそのまんまだから、そういうこうちょっと人としてのお付き合いっていうのが積み重ねた上でちょろっと案内が来るっていう方はいいんですけど、そうでない方はね全部削除してます。あとイベントですね、自分で立てたイベント、一斉配信ってとてもできるので楽ちんなんですけれども、興味がない人にも普通に届いてしまうと、そのイベントだけがパンパンって届くと、大して普段からコメントのやり取りもしてないのに、なんかそれだけでつながったんだねっていう感じになる、こちらもまた解除削除になってます。なのでFacebook ってじゃあどう使っていったらいいのかっていうのは、拡散は非常に一つの魅力ではあるんですね。その集客っていうツールで考えた時はです。例えば
自分が何か投稿しました、それに対して共感したな、本当にだからいいねって思った方がいいねポチッと押すと、そのいいねを押した人のタイムラインに乗っかってきたりとかですね、して、そのタイムラインに乗っかってきたのをその友人とかが見て、誰だろうこの人って言って私のとこ見に来るとか、まあそういう形でこう広がっていくのが Facebook の特徴なんですよね。ですからFacebook の一番の魅力は拡散力っていうのが一番の魅力っていうことになっているので、だからノウハウとしていいねをもらうためにはどうするのか、人のところに行っていいねをしまくろうとかあとはもう1日に20人ぐらいにはコメントをしに行けとか、まあ、そういうノウハウを伝えてる方もいらっしゃいます。で、別に間違いではありません。ただ使う以前の本質の問題を知ってほしいなと思っていて、 Facebook は拡散っていうその能力には向いていますけれども、そもそもの本質は自分の人間性の開示であったりとか、自分の人柄開示が一番の魅力かなというふうに思っているので、それに合ったような投稿がされてない限りはこうあまり使い手がないっていう感じですね。どういうことかっていうと、例えばお仕事の話をするにしてもですね、例えば私の場合高橋貴子なんですけど、高橋さんが言ってるんなら行こうとか、高橋さんが主催する講座だから聞いてみよう、高橋さんがおすすめするお店だから行ってみようっていう、まあ、枕言葉に私がっていうのが大体つくんですよね。で、私の場合にはまあ、本当に自分が楽しかったこととか、あ、いいなと思ってみんなにシェアしたいかなっていうことを中心に書いたりすることが多いんで、写真がもちろん多いんですけど、旅行地とか出張を絡めて旅行みたいな、プチ旅行みたいなのもよくするので、例えば秋の京都とか行けばですね、もみじがあってとこみんなが喜びそうな京都の風景ってあるじゃないですか。秋、あ、今年は京都行けてないな、行きたかったのに見れてないなとかいう、そういう方とかもいらっしゃれば、当然その風景を撮って差し上げて、あ、いいですね秋の京都とかコメントをいただいた方と、またそうなんですよ、もう私が行った頃は8分染まりぐらいですけど、来週ぐらいにはもう真っ赤になる予定ですよとかっていう、そのやり取りですね。それがだから全公開でされている状態で、さらにもっと親密な方とかだとメッセンジャーとかでお話とか来たりする場合もありますけれども、何かのきっかけによってやり取りっていうことですね。まあ美味しいお店とかいいレストランとかあると、まあそれもね、こういうふうにして美味しかったよとか言うと、あ、そこ次行きたいですとか言ったらね、お店の情報を教えてあげたりとか、あとは夜景とかも私よく好きなんで、毎年12月には神戸のルミナリエとかもよく行きますけれども、まあ、そういうのを乗っけると、あ、今のルミナリエってこうなってるんですかとか、来年は行きたいですとか、先週行ってきましたとか、なんかそういうコメントでやり取りをして、いや、それって仕事になんないじゃんとか言う人いるかもしれないですけど、いや、即仕事っていうことではなくてですね、まず基本人間関係からですよね。この人だから仕事を依頼する、この人のセミナーだから行くっていうのを決め手としては、やはり人柄重視な部分とかが結構あります。だからFacebook は投稿の仕方とかいろいろあるんですよ。1日5投稿とか10投稿してコメントをしまくって、いいねをしまくってってことで友達を増やそうっていうやり方とかはあるんですけど、私はそういうのはあまり無理にというのは進めていません。自分らしさの自己開示が第一というふうに考えているので、本当に自分が心に動いたものとかを中心に上げていったりとか、あとは私の場合出張が多いので、まあこれから行きますよ的なものが結構多いですね。新幹線の乗車前とか、よく新横浜でよく撮るの多いですけどね、京都行きますとか、大阪行きますとか、今日は広島ですとかね、沖縄ですとか書いとくと、なんとかの名物は食べましたかとかね、以前に広島で書店回りとかした後に、広島だとなんとかかんとかのお店が美味しいですとか言って、その場でその美味しい店を聞いて、でそのまんまそのお店予約していったとかね、そういうこともありました。だからお仕事にはもちろん使うんです。で、専門家としての立ち位置の発信とかはもちろんしますし、 Facebook ページはそれが凝縮された内容になってて、個人ページはそういう自分もありながら高橋貴子個人になるので、まあこの間なんかあれですね
スティックのりとリップがとてもよく似てるんですよ。で、引き出しに入れて乾燥するので、危うくのりを塗りそうになった話とかね、そういうちょっとクスッと笑える話とか、思いついたなりきに書いたりとかはしていますので、本当の本気の本気で書いている文章とか共感されてバーッとコメントがつく時とかもありました。例えば、悲しいお話ですけれども、私 の長年飼ってた猫が亡くなった時の、寂しさを綴った話をですね、要は皆さん何も知らなければ猫を飼ってることになってるんで、そのなんとかね、海ちゃんっていうんですけど、海ちゃん元気とか言われると、私がドーンと、ね、こういう伏せ目をすると言った方もあってなるじゃないですか。だから亡くなった時に一応亡くなった思い出を語るブログとかも書いたりして、でそうすると、お悔やみの言葉がドワーッと並んだりとかですね、なんか気持ちと気持ちのやり取りが非常に Facebook はいいなっていうふうに思っているんですね。基本はネガティブな発言はしないようにしてます。伝播するから。ポジティブなっていうか、聞いててみんなも楽しいよねっていう、その猫の話はちょっと別なんですけど、そういう話を中心に上げていくと、高橋さんのところに行くと、こういう写真が見れるとか、こういう情報が手に入るって言って人が通うようになって、でその人たちの中でサービスを使いたいご本人なのか、知り合いのご友人なのか、いいねをしたことによって、その人のウォールに乗ったことによって、タイムラインですねに乗ったことによって、私っていう人を間接的に知ったっていう人も結構います。でそのためには、忘れられない方がいいかなと思って、例えば帽子をかぶっていたりとかですね、ちょっと仮装とか変わった格好をしていることが多いんですけど、でこの人は一体誰なんだっていうのを調べてもらって、結果として、あ、コンサルタントなんだ、わかるみたいな、ブランディング的な扱い方とかはします。なので、肌感覚としては、無理やりいいねをもらうために投稿を必死に考えるっていうよりは、自然体でいることによって、いいねがつけばそれでいいしっていう、みんながね喜んでくれるとこの方がもちろんいいですけど、ことさらにそこを狙いに行ってやる必要はないなっていうふうに思っているんですね。結局そうするとどうなっちゃうかっていうと、虚像を作っていくことになるんです。いいねをもらいたいがために、なんかこういう発言しなくちゃいけない、こういう自分でなくちゃいけないって言って、 SNS 疲れ、 Facebook 疲れとか言って大会しちゃう方とかもいらっしゃるんですけど、私は好きなタイミングでしか開けません、あげませんし、それも自分の心が動いた時だけ基本あげるっていうことにしているので、投稿は日によってすごいばらつきがあります。観光地行くと自分のテンション上がってて楽しいから、1日に15とか20とかねやっちゃうこともありますよ。だってここに平日家にいてね、なんか普通に仕事はやってるでしょうけど、そんなにすごい仕事をやってないような時とか、別に上げる必要もないしって言ったら上がらない時とかもありますしね。なのでさすがに1週間とか開けたことはないですけどね。病気の時も何も知らずにこうバンバンいろいろ連絡来ても困っちゃうなとか思うと、インフルエンザじゃありませんが高熱にてただいまダウン中とかね、そんなのを書いたりすることあります。はい、なのでFacebook、じゃあどう活用していったらいいんですかっていう話においては、人柄を伝えていくために使った方がよくって、自分らしい投稿ができてるといい、そしてそこにはいいねっていうのを狙いに、ことさらに狙いに行く必要はなくて、拡散されたらラッキーっていうレベルで、私もそうなんですけれども、なんていうのかな、いいねをしてなくても読んでる人結構たくさんいて、お会いするパーティーとかでお会いする機会があった時に、いつも Facebook で見てます、この間はどこそこ行って、あっち行ってこっち行ってっていろんなとこ行って羨ましいですねとか言われたりとかするんですよ。だから案外ね、皆さんね見てるんです。なので淡々と続けるっていうことが必要なのと、人でつながっていくツールなので、広告の出し方もいわゆるGoogle とか Yahoo とかっていう PPC って呼ばれる種類の広告で、検索で探されるようにキーワードでセットアップするっていう広告の打ち方と Facebook 広告の打ち方って違うんですよね。 Facebook はどちらかというと人属性で広告を打っていくので、何世代のどのあたりに住んでてこういうことに興味関心があるって、Facebook 社が知っている情報ベースに見せるっていうか、投稿を見せるような状態で
広告出してくれるんですけどね、あのキーワードではなく人属性っていうのが非常に大きなポイントなので、うーん、集客の部分での自分の自己開示でブランディングに使っていくのもありですし、そういうデータが溜まっている Facebook 上で広告を打つ、で Facebook で広告を打つと Instagram でも広告打てますのでね、あの写真の方でつながっていってる人にもさらにこう自分の状態とかを見せていって、お客様として来ていただくきっかけにするとかっていうことでもよく使えるツールではあります。ですので、あのまず Facebook をやった方がいいのかやんない方がいいのかって言ったらやった方がいいです。廃れつつあるとか言われてもです。今現状で Instagram の方が上がってると言われてもです。あの何か一つの手段と一つの入り口だけで集客するっていうのは私はあまりお勧めしていないので、 Facebook は Facebook で使い手がいろいろありますので、あの無理くりに集客するために使うっていうよりは自分の人間性とか人柄を知ってもらうために主に使っていく、結構いろんな機能あります。あのオンラインサロンのねグループで私も持ってますけど、そういうのを使ってる方とかもいらっしゃいますし、あのちょっとしたグループをね作って連絡も帳代わりに使うのにも非常に便利なツールだなと思いますので、教室の先生にとっても生徒さんとつながるコミュニティを作るのにも非常に向いてますし、先生同士ないしは例えば私みたいなコンサルとかビジネスのつながりの方たちとつながるにも非常に向いているツールなので、ぜひ上手に活用してみていただけたらと思います。それでは。